参政党、参政党と申します。一般の国民、一般の市民の皆様が政治に参加すると、国民が政治に参加する党と書いて参政党、参政党と申します。私たち参政党、2020年の4月にできたばかりの全く新しい政党でございます。本日もここ上野駅前、土曜のお昼時にお騒がせしており恐縮でございますが、ここ上野駅前をご通行中の皆様、そして配信をご覧の皆様、一人でも多くの方に私たち参政党、参政党を知っていただくきっかけになればと思い、街頭演説をさせていただいております。私は東京13区足立区の東部でございます国政改革委員、国政を改革する委員、甲野はるかと申します。平成6年生まれ、29歳、5歳の子供のシングルマザーでございます。平日は週5日仕事をしながら家事、育児、そしてこの政治活動を両立させようと日々奮闘しております。いつも参政党の街頭演説をご覧いただいている皆様、本日ですね、私何かいつもと違うと思っていただいているかと思うんですけど、皆さん分かりますか？そうです、私今日寝不足なんですよ。皆さん気づいてますよね？昨日分からずないですよね。昨日ですね、私夜中の3時ぐらいまである本を読んでいて、今日寝不足で街頭演説来ました。だからいつもよりちょっと元気ないかもしれないんですけど、ちょっと許していただければと思います。何の本を読んでいたのか、ちょっと皆さんにもご紹介させていただけたらと思います。2012年にですね、発行されたブロニー・ウェアさんという方の、ご存知の方も多いかと思うんですけれども、時に後悔する5つのことという本があります。お手元の今皆さんスマートフォンで検索していただけるとすぐに出るかと思うんですけど、時に後悔する5つのことです。オーストラリアで緩和ケアの看護師さん、介護士として住み込みでお仕事をされている方です。その方がご自身の看護師としてのご経験、そして看取りの瞬間のことをブログに綴っていたところ、それが大ヒットして、世界26カ国でそれが書籍化されたという本でございます。死ぬ時に後悔する5つのこと、皆さんどんなことだと思いますか？実際にそのブロニー・ウェアさんという女性が看取りの瞬間、年配の方から聞いた話ではありません、もう本当に最後の最後の命が尽きる瞬間の方から聞いた言葉をブログ本に綴ったことです。皆さん何だと思いますか？5つのこと、まず最初に、後悔しないような生き方をすればよかった、そういうことが多かったとブロニーウェアさんおっしゃっています。後悔しないような人生、皆さん送っていますか？自分の命が尽きたとして、それでこの人生、自分の今の人生良かったと思えるような生き方を皆さん今されていますか？おそらく多くの方がそういった人について、自分がした時のことについて考えたことがなかった、そういう方が多いのではないでしょうか。いわゆる死生観というものですよね。人は生まれた瞬間に 100%、 100% です。ご先祖様から命を受けた瞬間に向かって、時間は前にしか進みませんので、向かって進んでいるんです。そういった中で、もっともっと後悔しないような生き方をすればよかったと最後の最後に思う方が多い
そういうふうにプロニウェイさんはご自身の本で語られていらっしゃいます。そこで私考えたんですね。私がこの参政党にいる理由、参政党で国政改革委員として活動する理由、私が参政党を皆さんに知ってほしい理由、それは私のこの人生、一度きりの人生の中でこれをやらなければ後悔すると思ったからです。この日本の今の政治、今私たちがやらなければ、国民が立ち上がらなければ絶対に後悔すると思うから、私はこの参政党に入党してまだ20代ながら勉強することたくさんあります。いつもですね、怒られてばかりでした。ですが声を上げています。皆さんもぜひ、時に命が尽きる瞬間にどういう人生を自分が送ってきたか、どういうことにこの人生で命を燃やしてきたか、この一生に一度しかない人生、こういう生き方をしてよかったと思えるような生き方を日本人一人一人がしていけば、この国は必ず変わりますから。その一環として、その方法の一つとして、このおかしい政治、今だけ金だけ自分だけ、こういうおかしな世の中に、この参政党という日本で10番目の新しい選択肢、利用しない手はないでしょう。ありがとうございます。上野駅前ご通行中の皆様、ぜひですね、私たち参政党、インターネットで検索すると、私たちはあくまでもこういう情報もありますよ、こういった考えもありますよ、国や政府、メディアが言ってることだけではない情報もあるんですよ、そういった情報提供のプラットフォームの一つとして皆さんに多角的に情報を届けたい、そういった思いで常々 YouTube や Instagram や X、旧 Twitter などで発信をしているだけです。ぜひまずですね、参政党と検索いただいて、あ、なんか参政党って新しい動画をですね、よくご覧いただいたら、私たちの申し上げていることきっと伝わると思います。そして一つでも私たち参政党に共感いただける部分があれば、私たち参政党を応援する方法は、こういった街頭演説に参加することだけではありません。皆さんの大切な人です。皆さんが本当のことをですね、皆さんが大切な人に情報を伝えないと、この人生で後悔してしまう、そうやって思う方に、この参政党という新しい選択肢をお伝えいただきまして、さっき大沢理恵さんがおっしゃっていた通り、選挙に行く投票権という、皆さんに一人一つずつ与えられている権利を必ず行使してください。私は5歳の子供がいるシングルマザーです。今の日本、子育て政策、正直母親舐めてんじゃないよと、そういう風に思うことばっかりです。皆さんもそう思っている方たくさんたくさんいらっしゃると思います。異次元の子育て政策と言いながら、中身を見てみれば全くやる気のないことがわかるんです。もう私がここで言うまでもありません。でもこれって国や政府だけの責任じゃないんですね。そういった政治家たちを選んでいるのは私たち子育て世代なんですよ。投票に行かないということは、そういった自分たちの仲間内だけに利益があればいいような、今だけ金だけ自分だけ、そういった既存の政治家たちを選んでいることと同じなんです。ですから一人に一つ、
絶対に与えられているこの投票という行動をですね、権利を必ずいつ来るか分かりませんが、次の来たる選挙、必ずですね、投票に行きましょう。投票に行かない党が投票することによって組織票とか固定票とか切り崩すことができるんですよ。その選択肢として私たち参政党、皆さんにはまだまだ知られていませんが、日本全国で140名もの地方議員、県議会議員や市議会議員、東京23区特別区は区議会議員、町議会議員、村議会議員、統一地方選挙におきまして輩出しております。日本全国でそうやってしっかりと根を張って私たち参政党、盤石な体制を築き上げているんです。なかなかそういったこともメディアには取り上げられません。皆さんにぜひ疑問を持っていただきたいのは、どうしてこの参政党、なかなかメディアには取り上げられないのに、これだけ多くの方から日本全国でご支持をいただいているのか、そこに疑問と違和感を抱いていただきたいです。それは参政党が一度知ったら応援したくなる、支援したくなるような政党だからではないでしょうか。今日はこの上野駅前です。死ぬ時に後悔する5つのこと、1個しか言えませんでした。残りの4つはこの後ですね、新一町駅と左遷所駅でも私たち参政党の街頭演説続いてまいります。その中で残りの4つお話ししてまいりますので、ぜひですね、ライブ配信いつも YouTube などでしてくださっています。ライブ配信見ていただいて、それ拡散していただいて、どん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 この参政党という国民運動を大きくしていき、おかしいことだらけの政治にみんなで、国民みんなで終止符を打っていきましょう。私たち参政党、選挙シーズンではなくても選挙がなくても皆さんの前に現れ続けて情報提供させ続けてまいります。皆さんにとって聞きたくないようなお話、信じたくないようなお話、今日本って本当に大変な状況なんです。子供を育てる中で不安なことだらけです。でもそうやって耳を塞ぎたくなるような情報をたくさんたくさん発信させていただきます。それに立ち向かって、ぜひみんなで後悔しないような生き方